でもオリーブオイルってめっちゃなんか美味しいイメージだったんですよ、私の中で。なんか料理とかにかかってるオリーブオイルって全部美味しいじゃん。そうだから飲んでみても、まあこなんか個人戦でもいけると思ったんですよ、オリーブオイル。でもそんなんじゃなかった。もうね、意外と飲み込めないレベル。そう、意外とね。そうだから本当かわかんないけど、ちょっと試してみました、オリーブオイル。だから皆さんも気になったらオリーブオイルぜひ試してみてください、飲んでみて。そう、ソロはきつかった、ね、意外といけるかなと思ったけど全然いけなかった。髪に塗るんじゃない、だって髪はね、モロッカンオイルっていうの塗ってますよ、いつも。そうなので皆さん、 AKB 新聞なんか新しくなってから一回も出てないので、そう、初めて AKB 新聞に載ったことあるのが、マジイクミンが、一鳥県代表だったイクミンがチームメイトを紹介してくれるって時と、成人式でファンの皆さんが投票してくれて1位になった時と、あとマジこれぐらい。そう、そう、成人式で1位にもなったにもかかわらず、その後一度も呼ばれずに、そうで、ウェブになっても初めて。なので皆さん、あのウェブにな、ウェブの方ぜひ見てください、電子版です。で電子版でもどこで見れるんだろうか、の皆さんの方が詳しそう。ひななが持ってる AKB 新聞にもおだいりちゃん載ってる、どれ、もうわかんないや。AKB 新聞って今どんななんだろう。割烹シール10枚集めたらなんかいいことできるっていうのは知ってるけど、割烹シール割烹シールもらいました、割烹シール。わかんないね、みんなそんな新しくなったさ AKB 新聞の方あんま知らなさそう。そう、割烹シールっていう、なんか AKB 新聞に出たら割烹っていう AKB の AKB 新聞のキャラクターがいいんだけど、その割烹シールの、割烹シールもらえるんですよ一回出たら。でその10個集めたら好きなことできるっていう、そう、割烹シール。でもそんなのね、読んでいただけなきゃやっぱ10個集められないわけですから、もう長い道のりですよメンバーは。でもね、やっと1枚集められたので、あと9枚。頑張れって、ありがとうございます。てか明日お話し会やんだって。お話し会です、ぜひ見てください、お話し会楽しみず。見てください、来てくださいだ、来てください、あ、お話し会にお越しください。間違えた言葉。じゃあ今から
あれしますか、ドボン。やっぱ9時はさ、ゴールデンタイムなので、じゃあドボンしましょう。ゴールデンベッドタイム。じゃあ次29分ぴったりにやります。29分ぴったり。大丈夫ですか皆さん。ゴールデンベッド早いんだわ。だって29分ぴったりでお願いします。ちょっと私もね、準備が全然できておらん。お代理推しに合わず急すぎた、急すぎましたねこれは。あ、でもなんかすごいスタンパーがいる。ドボン派配信でやらないって決まり、なんで配信したの。決めてないですよそんな。ドボン配信はやるけど、その時はやらない、その配信ではやらないって言った。ドボン配信は終わったので、じゃあ次は30分50 30分55秒で、今 JST 見ながらやってます。30分55秒でいきます。30分55秒。皆さんよろしくお願いしますよ。おお代理推しいらっしゃる。ありがとう。でも参加してくれて。5秒にやります。私結構スパン早いとちゃんを。次は32、いいですか皆さん。 GO。気がした。あの時だって50試合やって1時間半。間違えた。34分25秒でいきます。次は34分25秒で。三四二五。エリオでマッチングしましょう。狙ってないときに。皆さん誰にマッチングしたことありますか？のんのん、みーおんとか、まあそれ様々ですよね。てか私本当に上がり率が高すぎて、なんかすごい申し訳ない。逆に
って上がり率 28% ですよ。すごい、なんか高いってみんなに言われる。じゃあ次は36分15秒で、次は36分15秒。じゃあ全13、14、15。終わんの早い。423日はひななちゃんとよく当たる。ひななちゃんずっとやってますからね。あ、38分25秒で、ミヤニコ、ミヤニコ。よろしくお願いします。るかな。今日はね、10時前に配信終わりたいと思います。なのでこれがさ、あと2試合ってことか。メール送りたいからお休みメールだから、10時までには配信終わります。しかちょっと分かんないと思うんですけど、受け用の写真送ったので待ち受けっぽくない？何ですか？待ち受けにしたように2枚目の付属したんですけど、いい感じにメール送れてました？今日からでもメール42分25秒4225で、そう1分待ちで、お代理のメールおすすめだって。え、嬉しい、やったー。私はね、 AKB のメンバーの中で一人だけメールを取ってる人がいるんです。まあ誰かはいませんけれども、秘密ですけれども、メールが面白そうだなって思ったメンバーのを撮ってます。文章能力があって、そうなんかこのなんかメール面白そうって思ったから撮った。まあ、案の定ね、素晴らしいメールが届く。お代理推しになったきっかけはメール。え、やった。あー、バーストしそう。
お、ドボンされた。じゃあ次の試合がラスト試合です。次は44分45秒、あ、間違った、44分44秒。4444、ちょっとメール取ってる人はね、教えたくないです。なんかその人にさ伝わりたくないから。なんか伝わったらさ、そう、伝わりたくないんです。じゃあ次は44分44秒。4444で。その気持ち可愛いね。だって可愛いというか、なんかさ、メール取ってるんだって思われながらさ接されるのがすごい、私にとってはちょっとあんまりなんです。私は本当に文章が好きなので、その方の、だから、そう、ただ普通のファンとして読みたいなって思って撮ったから。そう、はい、ラスト試合、はい、もうマッチング終わりました。今日も会えなかった、だって残念だ。でも皆さんはね、私メールで送るので、ぜひ皆さん私のメールを取ってみてはいかがでしょうか。基本ご飯の話が多い。うん。で、あと午後にメールよく来る。朝。うん。朝は頭働いてないので、私は主に午前中頭働いてなくて、ずっとぼーっとしてるのでメール送れません。だから夕方ぐらいになったら頭が動いてきて、そう、メールをね送ろうって思う。お試しメール取りました、やったー。じゃあ今日の白、なんかめっちゃ可愛い服、天使の羽みたいな。ドゥ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 、今日の服可愛いね。今日の服は実は高校生の時に買った服なんですよ。そう、握手会で一回着たことある。高校生の時に買ったんだこれ。でずっと残してて、そう、今日めっちゃ何年かぶりに着た。そう、高校生の時もめっちゃ着てたけど、そう、握手会にも着たことあるよ。そう、でもそう、しばらく着てなくてね、久しぶりに着ました。でも全然あんまりそんないっぱい着てないからクタクタにもなってない。そう、うふふ、高校生の時に買った服が入るのすごいね。だって、もうそんなもんじゃないですか。逆にブカブカ、なんか恋するフォーチュンクッキー、恋する充電プリウスの衣装とかめっちゃブカブカになってました。逆に、この服はね、実は愛知県で買いました。愛知県で買った、神奈川とか東京ではない、愛知県のお洋服屋さんで買いました。それだけめっちゃ覚えてる。うん、なぜ愛知だって、旅行した時に買った。
そう。その情報必要だね。だってそう、これは愛知で買った服ですから。最近服は買った？だって買いました買ってます。でもやっぱ握手会とかあった時よりかは買ってない。握手会があった時は本当2週間に1回は服買ってたから多分、うん、だから今は月に1回か2回ぐらい。本当マジで昔に比べたら全然お洋服は買わなくなりました。うん、そうだから大変でした、握手会の時は。ほんとでも話し会もね、でもそんな前みたいにさバン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 あるわけじゃないから。握手会って一度来たら次は着られないって聞いたことあるけど本当？だって、本当です。本当、本当っていうか、握手会で一回着た服着るとさ、なんかファンの方とかにまたその服って思われたりさ、言われちゃうじゃないですかやっぱり。だからそう、毎回違う服着た方がファンの方も喜んでくれるっていうのもあるし、まあそうやってね、ああいうこともまあ、だからまあ毎回基本は違う服かな、うん、ルールではないけど、そうみんな毎回違う服着てる、うん、そうだからね、服大変大変ですよ洋服。でもね、皆さんもその分楽しんでくれるから、まあプラマイプラプラプラですね。プラマイプラ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 、キング読みます。コスプレして握手会したことないので、コスプレっていうコスプレはないかな。チャイナドレス着たり、あの警察官の服着たりはしたことある昔。カオルくん出てきたのでエヴァ見ました。ってえ、カオルくんね、エヴァのカオルくんってさ、終わりって意味なんだよ。さっきお母さんが教えてくれました。なんかカオルって、カオルって、あの50音でカオルの一文字前が終わりなの。だから世界の終わりを表してる、カオルくんが。かの前はアイウェオのオで、ウォーの前がワで、ルの前がリーだから、もうカーボールイコール終わりってこと。うん、渚は死者って知ってた？だって私エヴァンゲリオンのストーリー全く何も知らないんだよね。そう、ではね、
もうそろそろ55分だ。明日はお話し会ということで朝の9時までエントリーができるので、ぜひぜひ、まあ来たいなとか話したいって思ってくださる方はぜひ明日の9時までにエントリーしてくださればお話しすることができます。イエイ。はい、なのでぜひぜひよろしくお願いします。明日お話し会に来る方楽しみましょう。ではでは、じゃあおランキングを読みたいと思います。いきます。あれ13位から読むんだよね。今日の昼間違えて15位から読んじゃった。13位ごめん先生、12位みゆ、11位まあ、あとおだし、10位直樹、9位ひのと、8位デミタルマン、あとえりちゃん、すきやでさん、7位ジャン、あとぐんまにやおだしさん、6位ボマさん、5位ソニー、あとおだし、4位ポンタ、あと空が好き、3位社長、あと生声48、2位マッカーシー、あとおだし、そして1位はカンタ、あとカンカン。ありがとうございます。では皆さん、また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。